はい、どうも隊長の龍でございます。今日はですね、こういったものをねいただきました。紙袋ですね。こんな感じです。これ見えますかね。はい、裏はね何も書いてないですけどね。はい、で中身こんな感じです。もうね一回開けちゃってるんですけども、ここだったらいいですかね。はい、はじめのプリンというですね、こんな感じで、はい、1個450円で、このね瓶があるんですけども、これがね返却すると50円こう返してもらえるみたいな、だから実質400円になるんですかね。はい、実はね以前やっぱりこれプレゼントでいただきまして、食べたことあるんですけども、めちゃくちゃ美味しいプリンなんですよね。はい、今回もねこれをいただきましたのでね、また紹介したいと思います。でこのねお店がねこんな感じなんですよ。でこの動画をね編集するまでに、もしねお店のねこうなんでしょう、動画写真といいますか、撮ってこられたら撮ってきたいと思います。はい、じゃあじゃじゃーんとね開けました。全部でね、4ついただきまして、で1つはね別の方にあげまして、で僕はね2ついただくことになりました。もう1つはねアシスタントが食べますんでね。はい、ということで今からこれを食べていきたいと思います。今あるのがコーヒー2つとマンゴーですね。で以前いただいたのがなんかノーマル的なやつだったんですよね。なんで今回ね味付きといいますか、コーヒーかマンゴー、まあアシスタントが多分ねマンゴー食べると思いますので、僕がねコーヒー2ついただくことになると思います。はい、でねこんな感じです。はい、見えますかね、こう瓶なんですけどもね。マンゴー、はい、こんな感じです。あとねスプーンはねこんな風につけてくれてるんですよね。はい、それではマンゴーの方はねアシスタントにお渡ししますので、ここでさよならです。はい、一気にね2つ食べるとまだ僕太っちゃうので、一つはね冷蔵庫で保管したいと思います。こんな感じになってるのかというのをねここで開けていきたいと思います。はい、多分こうね輪ゴムがついてて、これで取れるようになってるんですかね。こんな感じです。でここにね、なんだろう、タレ、なんだろうね、黒蜜なのかな、それとも、うん、ちょっとかけてみましょう。はい、でこんな感じです。蚊みたいなのがついてますね。でこれでこう開けて取って、おお、こんな感じです。上に生クリームみたいな、あとはコーヒー豆みたいな感じのものが乗ってますね。これは何だろうな、コーヒー豆ではないでしょうね。きっとチョコレートかなんかでしょうか。はい、でこのタレをつけて食べるんだと思うんですけども、これは何なんでしょうね、蜂蜜とかなのかな。ちょっとだけ味見させてください。うん、ちょっと分からなかった、黒蜜っぽい感じはしますけども、はい、はっきりとちょっと分からない、蜂蜜っぽい感じもしますけどね。はい、じゃあこれをねツイッターにかけたいと思います。はい、かけました。今日はですね飲み物、そうですね飲み物を用意してなかったんですけど、ね、
コーヒー味のプリンに対してコーヒー用意しました。あ、プリン食べる前に飲まない方が良かったかな。まあ、どんまいということで、はい、いただきます。こんな感じです。さすがにね、このコーヒーのプリンにコーヒーを合わせるのはちょっとこれはさすがにミステイクでしたね。じゃあこれにしましょう。じゃん、エビアン。お水にしたいと思います。なんて言うんでしょうね、なんて言ったらいいんだろうな。このコーヒーの味がこうなんて言うんでしょう、コクがあってなんて言うんでしょう、こうねっとりしてるというか、でね、上に生クリームとなんて言うんだろう、後からかけたあの黒蜜なのかちょっと蜂蜜かわかんないですけど、蜜のね味がこうなんかコラボされてすごくいい味になってます。うん、あの僕ね、あの僕ほらコーヒーが好きで毎日飲むんですけども、コーヒー好きな僕がね、あ、このコーヒー美味しいなって思える感じ、このプリンなのにね、あのこのコーヒー美味しいなってなんか思っちゃうような味ですよ。はい、うん、これ一気に食べちゃう。こう食感は思ったより柔らかい感じ、あのとろけちゃうような感じです。もうちょっとこうなんかしっかりしてるのかななんてこう見た感じでは思ってたんですけども、もうね思ったよりすごく柔らかい、こうとろすぐとろけちゃう感じですね。はい、あ、美味しい。あ、一気に食べちゃうなこれ。前ね、あのノーマル的なやつ買った時もいや本当美味しくて一気に食べちゃったんですよね。ノーマル的なやつっていう紹介はねちょっと申し訳ないんでね。あ、これかな。多分ノーマル的なやつって僕が思ってるやつはもしかしたらこのプレーンっていうやつかもしれないですね。はい、これめちゃくちゃ美味しかったですよ。はい、ね、いろいろあるんですね。でもね、大体ね僕ねこういうのねいろいろあっても買わないんですよ。大体プレーンとかなんですよね、普通のやつが一番好きなんですよね。だからこうやっていただくと結局ね、普通のやつがあればあのそれを選んでね僕もらってくるんですけども、今回それなかったんで、それだからねこうコーヒーとか自分が選ばないのをねやっぱ食べることができるんで、ね、やっぱもらった時っていうのは貴重な体験です。はい、あ、なるほどね。でも本当にねいろいろあるんですね。だからねやっぱりいろいろチャレンジしてみたいかな今度は。うん、今度ねメロンとかね、あとアップルとかキウイはね僕食べれないんで、そういうのをね今度買って食べようかなと思ってます。はい、やっぱりなんて言うんでしょうね、このね返却するこの瓶で食べるっていうのがまたね美味しさを
こうなんかそれをそのなんか瓶で食べてるこの感じがね余計美味しく感じさせてくれるてるのかもしれないですね。はい、あー美味しい。そうやっぱね瓶ってね美味しくなりますよね。例えば缶ビールよりも瓶ビールでこう継いだ方が美味しかったり、あとコーラもねやっぱ瓶の方が美味しいなんてよくね言うんですよね。うん、瓶効果恐るべしですね。はい、ということでね一気に食べちゃいました。はい、ごちそうさまでした。ということでね、はじめのプリンか食べてきました。はい、龍ヶ崎のねお店なんですよね。確か、ここのオーナーさんが確かはじめさんって言うんですよね確かね。はい、違かったら申し訳ないです、ごめんなさいなんですけども、そのオーナーさんが確かねこのね見えますかね、なんかねシャンシャン立つっていうねお店をやってる方だと確か聞いてます。はい、本当にね美味しいプリンありがとうございました。いただいたあのね、プレゼントしてくれた方ありがとうございました。ということで、はじめのプリンごちそうさまでした。今プリンって言いましたがね、はじめのプリンごちそうさまでした。隊長の龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。